どうも土浦の皆様こんばんは、マックスです。私は本日茨城県は、土浦駅より徒歩2分ぐらいのところですかね、駅パッて出てちょちょピュッて言ったら見えます、バーナイトさんというところにお邪魔させていただいております。で、なんでですかと、はい、理由がございます。なんとチャレンジ名です今日は。ステーキ1キロ、ライス1キロを30分以内に完食できたら無料ですっていうチャレンジメニューがこちらにはあるんですけれども、それでちょっとつまらないんでっていう、お店さんのご提案で、今回はこのステーキ2キロでございます。それにライス1キロでお時間45分っていう特別チャレンジをさせていただくことになりましょう。で、なんとですね、今日2019年3月16日なんですけれども、こちらバーナイトさん、なんと8周年でございます。おめでとうございます。いや、おめでたい。一つのことをやり続ける、そして8年めでたく、いや半端じゃないと思いますね。はい、それではこんな感じでもう早速、すいません、長々とすいません、お待たせしました。5秒前ぐらいからカウントダウンよろしいでしょうか。5、3、2、1あたりですいません、お願いします。いつでもいいっす。5秒前な感じでお願いします。5秒前、はい、4、3、2、土浦、よっしゃー、いただきます、いただきます、いただきます。どうぞー。言うても肉2キロありますからね。こちらはバーなんですけれども、オージービーフサーロインのステーキを始められて、でチャレンジメニューもやられてるということなんですね。よいしょ。目も早速シーンってなるでしょ。もう全然普通にもう話して大丈夫なんで、はい、もう好きに、はい、いつも通りな感じで、こっからはね、もうちょっと戦いになるんで、僕は。よいしょ。結構ステーキは切るのも戦いなんで。もうソースぶっふわかけていただいてるんですけど、見ちゃう、柔らかい、肉柔らかい、あ、これ触るんですよね、触るんです。これ多分思ってるより簡単にぐらいできるんですよ。いや、あ、てかうめえ、あ、これソースもうまいですね。あだす、自家製だれ、すぐ作ったやつですね。あー、はい、全然これね、多分これ僕全部使うと思うんでつけちゃいますけど、なんか、ね、食べ方でください。ありがとうございます。うん、甘み、旨味7の酸味が3みたいな感じですね。コクが強めな感じです。うん、でもすっきりしてる。いい感じ。これもあのガツガツいく感じじゃねえ。ゆっくり食べて。じゃあ味わっちゃおうもこれ。これちなみにステーキ1キロとライス1キロの1キロの成功者って何名ぐらいいらっしゃるんですか。2名ですよね。今まで。でもまあ肉出すようになってから。大体2年ぐらいですかね。もともとステーキはあったんですけど、こういう風に鉄板で出してなかったので、うん、でそれからチャレンジメニューでやり始めて、30人ぐらいはチャレンジしてますけど、はい、4、5人だと。女性はその中で2人食べてます。え、女性2人食べてます。あ、でも女性はライス500にしてあげてるんですよ。あー、優しい。それでも肉1キロ食べちゃう。肉1キロ食べてます。時間内に。これってちなみにチャレンジって予約とかいるんですか。あ、いや、いらないです。全然言ってくれればその日。え、これあれですか、お店の営業って言っても大丈夫ですか。大丈夫です。19時ですか。あ、お店のオープンは9時からです。9時、21時から。はい、朝の9時までです。9時。でも今日11時までやりました。おー、11時までお店やってました。もうだってもう昼飯ですよね。そうですよ。朝飯とかじゃなくて11時までっていう感じでございます。はい、皆さんもよろしければ土浦に来た際はぜひお越しください。バーナイトさん、クリクリか、クジクジってすげえ。じゃあ
お店的には今が朝なんですね。感覚的にはね。僕も結構水商売長いことやってたんで、この時間のサイクルは割と今は無理ですけどね。これマジで、あの肉も柔らかくて美味しいですし、タレめちゃくちゃうまいですよ。これ結構さらっといけちゃう、あと今日来ていただいてるお客様でラーメン屋さんをやられてる方がいらっしゃいまして、はい、マックス5月も再び茨城県にお邪魔させていただくことが決まりました。見入っちゃう、見入っちゃう。こんなのスリスリでは、これ1枚のお肉で何グラムぐらいなんですか？300ちょいぐらいあります。300ちょい、はい、結構あります。ステーキって食べれるだけじゃなくて、もう器用不器用さもかなり問われるものなんで、ここはこれ本当うめえな、マジ本当うめえ。これレアのとこもうまいし、ウェルガンのとこもうまいし、うん、めっちゃうまいし、成功された方って、はい、アルコールを召し上がりながらですか、それとも多分結構飲んできた後ですよ。それ多分あれですよね、世間的には、まあ、軽めのラーメンとかお茶漬けとかそういう時じゃないですか。そうですね、ない時、ない時チャレンジ。え、なんすか、なんすか、土浦で流行ってんすか。そういう流れが。締めはナイトでステーキ。そうですね、締めはうちのあれでやってもらってます。あのだいぶみんな頑張れて出てくれます。みんな頑張れて、ありがとうございます。そっか、インスタやられてるんですね。やられてますね。あ、じゃあ帰り、あ、後で教えてください。はい、わかりました。初めて食べたタイプの味付けですね。あ、そうそう。はい、そこそこ僕ステーキ食べてますけど、はい、そしてめちゃくちゃ好みです。美味しい。いつも見てます、あの女性の方。あ、いつも見てます。また入ってます。ありがとうございます。今日のもね、あの後日あの YouTube であげるんで、よかったら YouTube の方も見てください。あとチャンネル登録してもらってね。ありがとうございます。ぜひぜひお願いします。最近あの速さにこだわるあまり、結構ステーキを手で食べる機会が多かったんですよ。あ、見ました、2.9kg。 久々に7分で、シュラスコ。もうあのライオン見たくなってました。本当に途中一回自分で噛んだかと思って、それぐらいなんかもう緊張しました。感覚がなくなるぐらい指先の。あれは結構ギリギリでしたよ。もう今日ギリギリですよね、最後今日ギリギリ7分ですよね、あれ。なんで2.9 キロのシュラスコ。あれですよ、東京の方来ることあったら案内するんで一緒に行きましょう。あ、そうそう、7分で。あのダーツとお酒のお店なんですけど、すごいお肉美味しくて、7分はすごいよ。7分で 2.9 キロだよ。本当に
本当に急ぐ気になれねえよ無理ですね、もう急ぐ気がないですもん、今回も全然、時間も全然、全然まだ飯食いに来た月裏に納豆食ってきましたね、納豆食ってきましたね藁から出す納豆、初めて食べました、結構うまかった、粘りってくれるから、ね、あれ、わらから出してきたあのまんまの形してるんですよね、そうですなんかトウモロコシみたいなっていうか、はいはい、もうボッコーってじゃないですか、僕はもう10位納豆はやべえってことが分かりましたじゃあそれ以上食うやついたんすね、僕が 350g の納豆を56秒ぐらいだったんですけど、僕の早食いの師匠も一緒に行ってるんですよ、あの、あれですか、あの、なんか茨城さんおにぎりって書いてるやつ、そう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 、あの人なんで茨城さんおにぎりって書いてるんですか、茨城、あの、茨城県の人なんですか、そうっす、あれ、そうっす、あの人の動画も見てます、あ、ありがとうございます、はい、めっちゃいいですよね、あの人、はい、で、俺が今日56秒で、はい、その師匠は、はい、今日は大会記録を作ったんですけど、はい、20秒を何なんとかでした、他の人との差がありすぎてて、それまでの大会記録もその茨城県のお兄さんがついたやつなんですけど、自分で自分を超えてました、すごっ、あの人茨城県ならどこの人なんですかね、茨城県、ね、中市って言ってたかな、あ、なんか、はい、海の方、そうっすね、食べ放題の動画好きですって女性の人、ありがとうございます結構もう食べ放題系とかになるとあんまりそのなんかバトル感がなくて、はい、どっちかというと本当にもう美味しく今みたいに美味しく食べちゃう感じ美味しく食べちゃう料理じゃないですけどねあとは美味しく食べちゃう、これはこの中で一番召し上がる方ってお肉どれぐらいいけます、量ひらげたらどれくらいするの、でもいや、俺じゃないでしょ、長いよっちもいけますからね、でも、普段食べるとしてもさ、ちょっと食ったなぐらいで500とかそうっすね、1ポンド食べたらもう失敗っすよね、まあ、たまりますけど、まあ、食えるよね、なんかお米とかダメだけど肉はいっぱい食べれるみたいな方もやっぱいらっしゃるんで、ご視聴してみて、米だったら食える、こっちの方ですね、旬じゃない一番、ただやっぱりやりましたよそうだ、あ、やりました、僕やりました、こっち今度お店お邪魔したら、あの僕だよお店じゃなくて、あの僕と高橋さんでいいじゃないですか、高橋ハンディキャップマッチハンディキャップマッチ無理だなぁ、2キロ無理やり流し込む、自分とかもラーメンなのか無理やり流し込む、それは変なこと見ていいですか、はい、朝9時までやられてるっておっしゃったじゃないですか、はい、え、お客様来るんですか朝、まあ、基本ここ繁華街じゃないですか、これ正直あんま今は分かんないですけど、結構こうもう飲み屋街なんですよ、これキャバクラとか、あ、全部もうほとんどがその一角なんですか、そうなんですよ、そのど真ん中にあるんで、そういう人たちが来ますね、やっぱ4時5時ぐらいまで皆さん働いてるじゃないですか、はい、そっから食べに来たり飲みに来たりっていう人、夜の人たちですね、8割、9割ぐらいの、そう、返さないぞって話だもんねいや、返さなくていい、帰りたくない帰りたくないなんかすごい楽しそうだな、そうなんですよ、そんな中になんでそんな素敵な場所に僕は今日車で来たんでしょうか、ね、でも、一生かけて自分を恨みたいと思いますうん、うん、もうなくなっちゃう、なくなっちゃううまいね、この子も自分の好きなサイズに切れてくるから納豆食べてきてるの、納豆かな、納豆食べてきてる、でも納豆は量が知れてるんで、あ、そうなんですか、はい、350g だと400g ぐらいなんで、はい、全然全然食べたうちに入らないですよ、
食べたい。負けへんで。こっちは今からトレーニングや。飯食いに来ただけだぞ。いやーこれ足んねえな。全然足んねえこれ。成功された方で一番早い方って何分ぐらい？いや、結構ギリギリですね。みんなギリギリが30分近く。あ、でもなんかちょっとそれ30分かかったんですけど、今あのちょっと伸ばしてあげてます。優しい。そうなんですよ。優しい。はい。案外、あ、無理なんでみんな。で、ちょっと。2回チャレンジしてますから、全然食べれない。ダメでしょ。余裕のダメです。え、それ2回目は俺いけると思って言ったんだろ。そうですね、どっちも結構お酒入ってて、締めにやっぱラーメンじゃなくて、それけど今こっちのあれが女性の声だったんで、60分ちょっと変えたい。見てください皆さん、今こちらのイージーモードですよ。バージョンはイージーモード正解です。バーナイトさんのこのチャレンジメニューのステーキは今イージーモード発動しますから、ぜひお越しください。ステーキのお客さんと頼まないすみません。大変。何取ってるんですか。うわー、もうない。もうない。いや、うまいっすね。重ねちゃうか。重ねてきるか。ちょっと嬉しいな。ああいう風に来た方が何か気がするのか。あの、ハンコ押すとき下になんかふかふかしたやつ置いたわ。そんな感じです、なんか。おー、すまねえ。あの、ヘミガリガリってやるより、モコモコってなるんで、あの、もうちょうどいい具合に切れるんですよ。すげえ。大サービスしてください。終わりだけじゃない。もう負けずに5キロラーメン頑張って自分で食べて。そうだ、一緒に並んでやればいいんだよ。そうだよ、すぐ5キロ食べれるわけないんだよ。お店の方連合軍とかどうですか。そうそうそう、5対1とか6対1。あの道楽やりましたよね、1回やりました。道楽で、はい、やりました。道楽さん、努力で、あの店とマックスさんで、本物で。あれ結構きつそうでしたね。結構ハイパーでした。あのそうでした。やっぱり皆様人数いらっしゃると変な話でこうパコって食べて、はい次っていう回しもできるから、はい、結構いい食になるんですよ。よかった、3時半だったらまだ。一番乗りしたから今日。
お邪魔。何の電話かなと思ったの。何の電話かなと思ったの。昨日からスタートしたを食べるの忘れてました。やろうぜ。何したしてないの食べてた。ステーキ丼を作りました。追加になっちゃって。裏側は取るのやめてよ。やばいって必死なの。お箸いった。あ、お箸あります。すいません、申し訳ないです。ありがとうございます。よいしょ、いい。最後肉で終わりたいからちょっと野菜食っちゃおう。最後肉で終わりたい。ゆっくり食べて。愛がある。食べるなんて。わかるわ。愛がある。たまらんねえよ、これ。なんかアホなこと言ってるじゃん。人間が食べれるのじゃないですよ、牛乳なんて。白熊とかライオンとか、そっちですよ。9キロ。何を言ってるのか、お前も。肉9キロって。
ちょっとやってみたいな、肉牛最高で何キロぐらい。今のところステーキだと 5.5 とか。確かにこのぐらいですね。集団その記録を塗り替えてもらうのに7キロいきますから。いや、ちょっと差し加減したつもりかもしれないですけど、言ってることおかしいですからね。 ね、2キロ減ってるけども、それでも十分言ってることおかしいですよ。だいぶおかしい、だいぶおかしい。飯も強烈にうめえ。やらないけどね、決やらないです。
やった後の疲労感は半端なさそうだもんね。これをまんま同じセット2つってなったら多分鉄だと思います。時間ないな。結構随分通ってたね。ギリギリのチャレンジの時は本当に水一口は紹介したりする場合もあるんですけど、結構あの楽しんじゃって言ったあの調子こいてる時はこういう感じなんですよ。スライピーしてますよ。だいたい口パンパンになってちょっとずつ噛んでるんですよ。だいたいそういう時ですよね。いやあの正解すぎて何も言えない。だいたい辛い時はもう口パンパンになってちょっとずつ噛んでる。すごい。でも本当そうなんですよ。僕もうハムスターみたいになって、で最終的に一番辛いとこうなるんですよ。こうやってでも口はちょっと動いてる。そう、最後まで動かすんですけど、見抜かれていました。俺結構見抜かれて完全に見抜かれてますね。よかった、おばあ。今、夕方じゃないですか。これ時間としてやってもいいじゃない。朝方、朝方4時ごろから。一緒にみんなでこう飲み歩いた後に本当のチャレンジ本当のチャレンジ楽しい思いしてきた後に今から炎のチャレンジみたいな絶対地獄映像になるじゃないですか。絶対10人中10人がやらなきゃよかったってなるんです。絶対絶対みんな召し上がるんですよ、お酒は。そうですね、うん、なんでこんな美味しいものがこの世の中にあるのかと思う。正直な感想でした。今日8周年ということなんで、もしお店のさえ良ければ9周年もなんか頑張ります。もしでした。それに非常にスペシャルなメニューをご用意していただけると嬉しいなと。はい、どうでしたか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。土浦は電車で来た方がいいよ。